はい、ではデレステのガチャを引いていきたいと思います。始まりましたシンデレラフェスっていうことでね、ちょっとこの日のためにね、石を貯めてた人も結構いるんじゃないかなって思うんですけれども、そう来ちゃいましたね。そう、私もね、その発表があってから、いやこれはちょっと引くしかないなって思いまして、そう誰が来るかなっていうのもね、ちょっと楽しみにしてたんですよね。そう、それでね、まあ、動画撮るまでは絶対引かないぞって思ってたんですよ思ってたんですけど、ちょっとやっぱりね、ちょっと引いちゃったんですよ。なんか深夜にいきなり目が覚めて、そのね直前まで夢見てたんですよ。夢で SS レアが出る夢を見てしまいまして、こう深夜にいきなり起きて、やばいこれは今引くしかないかもと思って10連だけ引いたらね、なんとね正夢になったというか、そう翔子ちゃんがね来てくれたんですよ。いやもう嬉しい、かわいいロックだね。そうパッションね、リカちゃんしかねいなかったんで、すごい嬉しいです。はい、まだちょっと翔子ちゃんの方はね進化まだできてないんですけど、これからね進化させていきたいと思いますいやー本当よかった。本当深夜に引きすぎて本当夢なのか現実なのか分かんなかったです。はいということでね、もう始まりましたシンデレラフェス。そうチャマとタクミンですよ。超可愛くないですか。ちょっとこのチャマとかねすごい可愛い。いやこれはねちょっとやっぱ欲しいですよね。そう、それでタクミンですよ。タクミンもかっこいい。祭りって書いてある。いいな、欲しいな、たくみん。でね、いや真面目猫ちゃん、ミク、ミクニャンですよ、かわいい。いや猫ちゃんアイドルのミクね、めっちゃ欲しいですね。限定、今回の限定ミクニャンか、すごい欲しいな。でね、新アイドルですよ、ほのかちゃん。やばい、私ねほのかちゃん好きなんですよ。すごい好きなんでぜひ欲しい。しかもねここにちょっと忍とねゆずがちょっと映ってるんですよ。いいですね。欲しい。いやこちらねまだ限定じゃないのでね、まだ大丈夫ですけどね。あと新アイドルの追加のねさとみちゃん、かわいいですね。そう、お、かわいい、いいですね。また巨乳アイドルですねすぐそっちに目が行ってしまうんですけどということでね、もうやっぱり私が目指したいのはこの SS レアのねこの2人と、あとこのミクニャンと、あとねほのかちゃんとさとみちゃんっていうか全員です。はい、ということで2倍ね、とりあえずちょっとね引いていきたいと思います。それではゴー。1回目、お、ちょっとこのちょっといい感じの、お願いします。青封筒か、いけ。あ、でもね新アイドルが、てかこれもしかしてミクニャンじゃない。松永亮さん、私そうだね持ってたね。かっこいい、かっこいいですね。あ、やったー、やったー、さとみちゃん、あ、こっちのほのかちゃん来てくれた。でみくにゃんで、あ、いびくちゃんとで、あ、さちこで、ともかちゃんで、こうみくにゃん、かわいい。
愛い、やった。いや、ミクニャンは絶対欲しかった。うん、限定ですしね。やったかわいい。ちょっと真面目ミクニャン、やった。とりあえずね、限定は1枚ゲットできました。あとほのかちゃんほのかちゃん欲しい。そしてロードがないそしてロードがない。あ、白か、白か、1枚ですよね。え、てか持ってるやつかな、持ってるやつか。でも誰だろう。よし、あ、ちゃん、ちょっと高速で。お、カオル。今ちょうどイベント中ですからね。私ちょっとイベントをね、今回も頑張ってるんで、カオルをお迎えします。そう、よし、じゃあ30連目いきます。ゴー。お、ロードしてくれた。いや、もうロードしてくれるだけでちょっと嬉しいです、私。うーん、ほい。おー、ないけど、エスレア。もしかして、しのぶかもりくんも来てくれるか。あ、ほのかちゃん、かわいい。かわいい。嬉しい。早く声つけてください。ね、みんなに声つけてください。お願いします。あ、しのぶかわいいですね。いや、ほんとね、声ついてほしいですよ。うん、森久保とかいつつくのかな。ほい。お、みくにゃん、かわいい。いや、このみくにゃんね、何回見てもかわいいですよね。かわいい。やっだ、ほのかちゃん来てくれた。うわ、天使やな。よし、じゃあ、40連目かな。40連目、いけ。あ、ロードがないロードがない。あー、ロードがない。高速、高速。あ、森久保なんだ。お、ほのかちゃん、やったやった。2枚目ですね。ちょっと進化前と進化後で残しておきたかったんで嬉しい。ほい。お、やったやった、ほのかちゃん3枚目。いや、嬉しいですね。やった。よし、次で50連目か。よし、じゃあお願いします。ロードしてください。お、ロードした。お願い。 SS レアか、あの、しのぶか、森久保の S レアならば、みんな青お願い。はる、そしてほのかちゃん、嬉しい。かわいい。あ、お願いします。誰かな。めっちゃドキドキしてきた。はい。あー、たくみだー、嬉しい。このずっしりした手応えたまんねー。ガツンと突き抜けただろ。あ、嬉しい。かわいいっていうか、かっこいいっていうか。いや、いや、たくみめっちゃ嬉しい。いや、もちろんチャマもね、欲しいんですよ。欲しいけど、たくみも好きなんで嬉しいけど、やっぱチャマも欲しい私、そういえばほのかちゃん。いや、でもほのかちゃんね、何回来ても私嬉しいんですよ、ほんと。うん、かわいいしね。この3人写ってるのが最高に好きっていう。やった、たくみん来てくれた。そう、どこだ、あ、いたいた。
あの右ストレートすごい、右ストレートが英語になるとこうなるんだ。嬉しい、たくみんだ、やりました。あとチャマチャマ、いやだって私チャマにあのザッハトルテとなんだっけ、ガレットとザッハトルテね、あのご馳走してくれるって誘われてたんでね、絶対お迎えしたいね。あよし、じゃあ最後の10連いきたいと思います。お願い。あ、じゃあ最後ちょっと労働してるかどうか 見ないようにしよう。ちょっとあの労働で分かっちゃうんでね、大体。なのでちょっと労働、目つぶります。私くっ、お願いします。全然分かんない。あ、白そして白、いや、いいと思うえ、これ今労働したのかな、労働してないのかな。もしロードしてたら持ってない S レアってことだから、いや嬉しいんだけど全然わかんない。誰、おー、メアリーってことはロードしてなかったんですね。いやいや、ちょっとお恥ずかしいです。やったー、でもタクミン来てくれました。いや嬉しい、やったね、今回はね、ちょっとチャマはお迎えすることができなかったんですけど、タクミンとミクニャンと、あとほのかちゃんとね、あとさとみちゃんをね、お迎えできることができたので、よかったです。そう。いや、でもね、ちょっともうちょっと引きたい気持ちもあるんですけど、ちょっと、まだ考え中です。そう。いやでもね、いや良かったです。いやとりあえずタクミンが出てきてくれて良かったです。ただチャマは可愛いっていうことだけお伝えしたい。はい、では今回もありがとうございました。はい来てくれて良かったです。はい、ではてかこれいつまでだっけ？4月3日まで？こんな短いもんでしたっけ？あれ、あ、こんな短かったんだ。へー、あ、ではありがとうございました